ニキータ・バジモビチ・ルカビツヤは、ウクライナ・ムイコラーユ出身のサッカー選手。イスラエル・プレミアリーグ・マッカビ・ハイ,ハイフイ FC 所属。ポジションは、フォワード・ミッドフィルダー。ウクライナで生まれるが、14歳の時に、家族で、オーストラリアのパースに移住。地元クラブのユースチームに所属後、2005年から2年間は、オーストラリア国立スポーツ研究所のサッカー部門に所属していた。 A リーグの2006から2007シーズンの終盤に短期間の契約でパースグローリー FC に入団。そこで出場機会を得て活躍したため2007年3月に契約を08から09シーズンまで延長した。2008年4月、ドイツのハノーファー96に招待されてトライアルを受けるが不合格となる。2009年1月には オランダの FC2 エンテのトライアルを受け見事合格、A リーグのシーズン終了後に移籍。2009年6月、A リーグでの活躍によって、オーストラリアの23歳以下の最優秀選手に贈られる、ハリー・キューウェルメダルの初代受賞者となった。2010年1月、ベルギーのケース V ・ルーセラーレレンタル移籍。ルーセラーレでは11試合後ゴールと結果を残すも、 トゥーエンテの新監督となった、ミシェルプロドームから構想外と判断され放出される。同年7月、ブンデスリーが2部に降格したヘルタベルリンに入団。ヘルタでの1年目は31試合に出場し、4ゴールに、クワエリーグ2の12アシストを記録し、一部復帰に、貢献。初のブンデスリーが一部でのプレーとなった2011から12、シーズンは24試合に出場したが、 チームは16位で入れ替え戦に回り、ホルトゥナ・デュッセルドルフに敗れ二部降格となった。2012から13シーズン開幕時は、ヘルタに所属していたが、移籍期限の2012年8月31日に、ブンデスリーが一分の1、FSV マインツレーゴに移籍。2014年10月13日、出場機会を求めて、ウェスタン・シドニー・ワンダラーズ FC に移籍した。2015年5月に、 ウェスタンシドニーワンダラーズを退団した。2015年9月、ベータルエルサレム FC に移籍した。2016年6月8日、マッカビハイハイ FC に移籍した。ルカビツヤは、ウクライナ代表とオーストラリア代表のどちらかを選ぶ権利を有していたが、2008年夏にオーストラリアの北京五輪代表に選ばれたのを機に、オーストラリア代表を選択。北京五輪では、 グループリーグの参戦ともに出場した。2009年8月、アイルランドとの親善試合で、スコット・マクドナルドと交代出場して、A 代表デビューを果たした。2010FIFA ワールドカップのメンバーに選ばれ、南アフリカ大会のオーストラリア代表の最年少選手となった。グループリーグ初戦のドイツ戦と、第2戦のガーナ戦に途中出場した。 2012年11月14日の韓国との親善試合で代表初得点を挙げた。ありがとうございます。